ウィンド・イン・ハー・ヘアとアイルランドで生産され、イギリスで調教された競争馬である。引退後は、日本の北海道遊仏郡阿ビラ町の農ンファームで繁殖品馬となった。日本では、サンデー・サイレンスとの交配によって生まれた2005年に、中央競馬クラシック三冠を達成したディープ・インパクト、その前アニブラック・タイドを出産した。 二頭は種ボバとしても好成績を収め、ディープインパクトは2012年に史上四頭目の頻馬三冠を達成した、ジェンティルドンナ、2020年に史上初の親子での無敗でのボバ三冠を達成した、コントレールた多,多数の G1 馬を輩出、ブラックタイドは G1 を7勝して、JRA 獲得賞金ランキング1位となる18億7684万3000円を、 獲得した北サンブラックを排出した。競争馬としては1994年のエプソム・オークスで、後のアイリッシュ・ダービー優勝馬バランシーンの2着に入り、翌1995年にはアラジトの子を10体中でありながら、ドイツの G1 アラルポカルに優勝した。翌年誕生した子は、グリント・イン・ハーアイと名付けられたが、この馬が競争で一勝もできなかったため日本の、 ノーザンファームへ売却されるきっかけとなった。その後は輸入される以前にアメリカで産んだレディブロンドや日本でのサンクブラックタイドディープインパクトラが活躍している。ウィンド・イン・ハー・ヘアが外国で産んだ4頭の牝馬は全て日本に輸入されているベール・オブ・アバロン、レディ・ブロンド、スターズ・イン・ハー・アイズ。ありがとうございます。